魔女の疑いで魔法女さんの裁かれた、裁判。彼女の無実を証明したのはパン屋の、いや、私たちと同じくこの世界に呼ばれた若き弁護士ミスターなるほどだった。だが魔法女さんには新たに大魔女ベーゼラの疑いがかけられてしまったと。いうことでね。まあどうなんでしょうね。本当に、まあ、本当に魔法女さんがベーゼラっていうのはもちろんあるんですけど、まあベーゼラがね、まあどういう人物かっていうのをみんなやっぱり正しく把握してるのかなっていうのもありますしね。まあ、この街の秘密、全体の秘密にかかってくるね、事件の気がしますけど。彼女を救うために互いに協力していこうと。まあ、ここでやっとね、レイトン教授と、なるほど君たちがタッグを組んで、行動していくわけなんですけど、どういう感じになるのかな、これから、流れとしては。今までみたいにレイトン教授パートと、なるほど君パートで、やっぱ分かれるんですかね。お。第3章。大魔女の謎を追え。てか、まだ第3章だったの？これ、全何章ですか？これ。いや、でも半分くらいまで来てんじゃないかな。大魔女、ベーゼラ。古の時代より生き続ける伝説の魔女。それは、すべての魔女を生み出す、諸悪の根源。この、街には、まあ、てか、この世界には、まあ、魔法を使える、まあ、今回の、まあ、まあ、今回てか、前回のね、犯人の魔女みたいな感じで、魔法を使える方々が、まあ、多数、いるわけなんですよね。で、そういうような魔女を生み出すのが、まあ、ベーゼラって言われてるんだけど、どうなんでしょうね。その原理というか、大魔女ベーゼラが存在する限り、この街から魔女は永遠に消えない。だからね、ベーゼラを早く捕まえたいっていうことで、なんか、魔法女さんをね、魔女っていう、魔女ベーゼラとして、処刑所としてたわけなんですけど、大魔女ベーゼラとはそのように考えられているようです。だからこそベーゼラが家計に処されれば、この法廷は役目を終えるのだと思います。まあ、みんなね、こそこそ隠れながら、まあ、なんていうのかな、あまりこう、目立たないようにして暮らしている魔女たちも、多分いるのかもしれないですね。その魔女たちは早くベーゼラが捕まって法廷が終わってほしいってまあ願ってるわけで、ベーゼラがいなくなれば魔女たちもいなくなるわけですね。その原理何なんだろうな。よくわからねえ。でもどうしてそれが魔法女さんということに。ベーゼラがいなくなったら魔女がいなくなるという原理がよくわかんないんだよね。あれですか、ベーゼラが捕まればマーダラさんはどういうことになったんですかね。だから、マーダラさんの使える、魔法を使えるってその特殊能力が消えたのか、マーダラさん自体が消滅したのか。それにしても、この世界のこと詳しいんですね、教授。先生と僕は、大図書館の地下でベーゼラの描かれた壁画を見つけたんです。そうなんですよ。そういえばそうでした。そんなこともありました。かなり昔に描かれたような、とても古いものでした。謎美さんですら分かってなかったから。大都市館の管理人のね。管理人だったっけ？館長か。館長の。ベーゼラの壁画？ええ、地下には遺跡が残されていました。壁画もそこにあったものです。とにかくもう少し詳しくベーゼラについて知りたいところですね。私が知っているのはあくまで町の人々が知る伝説と同じ情報です。やっぱり魔法姉ちゃんに聞くしかないよ。でも魔法姉さんに話聞こうにもさ、どうなんだろうね、今なんか捕らえられてるから。ちょっと話を聞けなそうですが、どうしてあの子がベーゼラの容疑をかけられなきゃならないのか。まず魔法姉さんのことからじゃあ調べますか。魔法姉さんはベーゼラじゃないっていうふうに証明しましょうか。それはそうだけど、さっき言われたばっかりじゃないか。しばらく面会は許されないって。あれだったらちょっとクロワさんにさ、まあ、一応魔法姉さんの親代わりみたいなもんだし、ちょっと話聞けたらいいんですけどね。そこでおとなしく引き下がってたら弁護士なんていらないでしょ。いやいや、そこで引き下がらなかったらそれこそ弁護士が必要になってくるよ。そうですね。ちょっと、そのバランスがね、そのギリギリのライン。あまりこう、ね、犯罪的なね、そこまでいかないぐらいのギリギリの、そこを見定めて、なるほどくんがね、話を聞きに行くという。
とにかくここは私に任せて、ちょっとお願いしてくるから。あ、話が聞けないだろうか。お願い、迷いちゃんがお願い、どういう方法で。あの、魔法姉ちゃんと面会したいんですけど。直球ストレートですね。ちょっと怒ってるし、まゆちゃんもすでに。かなり真正面から行きましたね。貴様ら、バーンロッド教の話を聞いていなかったのか。魔法姉カタルシアが聞き取りを受けている最中だ。お前もね、まゆちゃんの言ったことは聞こえなかったか。話をさせろと言ってるんだよ。そこをなんとか。うるさいぞ。無理なものは無理なのだ。こんなかわゆい子が言ってるのにも関わらずか。何度頼まれても被告人と面会させることはできん。さあ、帰った。じゃあ、なぞなぞで勝負だ。なぞなぞが解けたら、話ができるみたいな、そういう展開はないのか。ないみたいだな。ダメだったよ。それはダメだろうね。でしょうね。でも、ジーケンさんも強引ですよね。あんな根拠のない告発で拘束してしまうなんて。そういえば、ジーケン検察士の言葉に気になるところがありましたね。決めたのは私ではない。彼はそのように言っていたはずです。そういえば言ってましたね。なんかね、本意じゃない感じがしたんだよな、ジーケンさん。さすがに今回では強引すぎるしな。確かにそうですね。それってつまり、ジーケン検察士よりもさらに偉い人がいるということですか。ジーケンより偉い人なんてもうさ、なんだ、あの紫色の髪の女性か、もしくはストーリーテラーぐらいしか頭に浮かばないんだが。じゃあ、その人にお願いしてみようよ。でも、ジーケン検察士より偉い人って一体誰なんでしょうか。話を聞いてくれるんでしょうか、まず。よし、ちょっと聞いてみようよ、ルーク君。ルーク君、早く行きなさい、ルーク君。なんだ、また貴様か。これにやつだな。何度頼まれようが、被告人とは、まあ、じゃあ被告人じゃなくて、あの、魔法姉ちゃんじゃなくて、別の人に会いたいんですけど。ええ、ジーケン・バーンロッド卿より、偉い方に取り付いてもらえませんか。すげえ、ザックバランな言い方ですけど。バーンロッド卿より、そうですね。まあ、わかりやすく言うとそうですね。貴様たち、まさか、検察市長様に会いに行くつもりか。検察市長、偉そうですね。その人、検察市長って言うんですね。なんと恐れ多い発言を。ジョドーラ検察市長様を知らないだと。あ、ジョドーラ出た。ここでまたジョドーラですよ。やっぱあの紫色の髪の女性はジョドーラ先生でしたね、多分ね。その人が検察市長みたいですね。ジョドーラ、ちょっと覚えてませんか。あれ、なんだかその名前聞いたことがあるような。確かステラ女学院の先生やってた人ですね。まあ、そんな学園があるかどうかわかりませんが。あ、やべ、飛ばしちゃった。やめておけ。気軽に会いに行くような相手ではないのだぞ。でも大事なお話があるんです。ひょっとしたらレイトさんたちもね、馬車で会ったかもしれないですからね。なんて恐れ知らずな奴らだ。どうなっても知らんからな。どんなことになるんだよ。普通に人に会いに行くだけだろう。ジョドーラ検察市長様は、検察士様の、控室にいらっしゃる。くれぐれも、粗相のないようにな。わかりました。教えてくださり、ありがとうございます。まさか無知とか持ってないですよね。それなら大丈夫。無知とか持ってないな。そう、そのようなことはないぞ。厳しく美しく、キレのある素晴らしい方だ。なんかそう言うとなんかね、口からおべんちゃらを言ってるような、おべっかを使ってるような感じですけども。どうなんでしょうね。まあ、でも美しい方な気はしますけども。そのくれぐれも私が怖がっていたなど言うのではないぞ。鬼のような奴が検察署だって言ってました、さっきの騎士がって言おうぜ。チクローズ。はい。鬼のような、ハンデのような顔をした女の人が検察長だってさっきのあいつが言ってました。検察長さんか、わかりやすく偉そうだね。検察室の控室に行けばその人に会えそうですね。まずは話をしてみなければ早速検察室控室に向かうでしょうか。な、行きますか。でもまずは、なんかさ、ネズミいない？
ネズミがちょろちょろしてるな。硬い木の、長い巣だ。長い年月ここにあるみたいだ。ここで、なんかまあ法廷を待ってる感じですね。ここに座って裁判を待てということらしいね。お尻が痛くなりそうですね。僕は立ったままでいいです。なんだかここに座るのはいろんな意味で勇気がいるよね。まあ、汚れてそうだ、まず。なんか、ほこりかぶってそう。あ、2個目。そして、ろうそくの火がたくさんあるのに、なんだか薄暗い感じがするよね。ろうそくの火だから、あんまり明るくないんだろうな。天井に引火しそうですよ。そんな天井スレスレにあるの？大図書館と比べてシャンデリアは質素だね。この街で一番儲けているのは実はろうそく屋なんじゃないかな。至るところにあるしな、ろうそくな。そうか、その発想には至らなかった。騎士たちがこちらを監視している。というか、睨まれている。いや、もう一個ね、どこにあるんでしょうね、あのコインは。あ、でも結構広いな、ここ。法廷に入る扉は閉まっている。彼らが見張っている限り、勝手には入れない。この騎士たちはずっと魔女裁判を見てきたんでしょうね。なんかそれぞれ個々にさ、思うことはないんですか？本当にこれでいいのかなみたいなさ。罪もない人を焼いたこともあったでしょうに、君たちは。ジョドーラ検察長様は、検察室の控室におられる。まあ、言ったところで、貴様らに取り合うとは思えんがな。話してもくれない可能性がある。あ、これはもう変わらんか。じゃあ、あとは？あ。よし。じゃあ、向かうか。その、こっち。ジョドーラ。お！いるじゃん。出ましたね。相変わらず変な角をつけていらっしゃいません、ジョドーラさん。あそこにいるの、ジョドーラ検察室なんだよ。あ、ジョドーラじゃない、チーケン検察室。間違えた。ジョドーラ検察室長ということですね。なんだか重々しい雰囲気ですよ。ちょっと話しかけにくいです。お話が終わるまで少し待ちましょうか。ちょっと重苦しい話をしてるのか。じゃあ、とりあえず聞き耳を立てて、情報を集めましょう。魔法にカタルーシアの引き取りの準備が整いました。地下の闇の間になります。よりによってやばい。そんなネーミングの場所に魔法姉さんを。すぐに向かわれますか。バーンロード卿、あの娘の聞き取りはそなたに任せよう。しかし、大魔女ともなれば、検察市長が直々に構わない。そなたの手腕ならば、間違いはないものと信じている。あ、信頼されてんだね、ジーキャンさん。は、ありがたきお言葉。私はこれから現場に出てくる。あとは頼んだぞ。現場というと、例の事件。まあそうだ。今更手がかりもあるまいが、例の事件。とにかく、聞き取りを頼むぞ、バーンロード卿。なるほどね。お話終わったみたいですね。まあでも、魔法姉さんとの聞き取りを行うのはジーケンさんなら、まあジーケンさんに、まあ、取り継いでもらえば、魔法姉さんと話せるかもしれないけど、あの、ジーケンさん。貴様たち、どうやってここまで来た？え？さっきの控室を左に行ったら、ここに着いたんです。すみません。助け聞するつもりじゃなかったんです。いや、なんか話してるから申し訳ないなと思って、ちょっと立って聞き耳を立ててました。あの、ジーケンさん。ちょっと聞きたい、お聞きしたいことがあるんですけど。今は時間がない。とっとと消えるわよい。あれ、ちょっと今はちょっと、あんまりあれですね。余裕がない感じですね、あなたはね。心に余裕がない。心にゆとりを持たないとね。もうあれですよ。検査車に務まりませんよ。行っちゃったよ。ダメだ、これ。ダメだ、これ。魔法姉さんの聞き取りってやつか。聞き取りしても何の話を聞くんでしょうね。どうやらお話は検察市長さんから聞かなければならないようですね。でも現場に向かわれたということですけども。あ、まだいた、ここに。いやー。なんかすごいかっこいい像があるけど。綺麗な女の人の像だよ。でもちょっと怖い感じ。なんかまるで、このジョドーラさんのなんか守護霊のようにここに君臨していますけど。
なんか余計なことしたら、やるぜみたいな感じのね、動き出しちゃうよみたいな感じの雰囲気よね。これが検察史の象徴なのだろうか。この世界の人たちはかなりの彫像好きですね。まあ、いろんなとこにあるもんね。剣と天秤持ってたのかな、これ。お、小粋な、筆立てがあるよ。これはなかなかの一品だね。一見可愛らしく見えるけど、妙な迫力を感じる代物だな。なんかね、雰囲気あるね、確かに。机が傷だらけだな。でっかいヒビまで入ってるぞ。ボロいだな。これ、ジーケンさんのデスクだよね。壊れない方が不思議な気がするな。あんなね、机を思いっきり叩く人だからね。整頓された反対側の机と対照的だ。私としては親しみを感じるけどね。あ、なるほど。こっち側が浄土、わ、全然違うね。すげえ綺麗で、こっちめっちゃ荒れてんだけど。書類とかめっちゃ落ちてんだけど。大丈夫か、これ。切羽詰まった慌ただしさを感じます。検察室も楽じゃないみたいですね。実はジーゲンさんもあんまり情報を聞かされずに法廷スタートしたのかな。なるほどくんみたいに。先生、骨が落ちてます。骨？本当だ。骨が落ちてる。なんで？誰の骨？これ、ジーケン検査士の鎧かな？妙な迫力を感じると。あ、これね。これかなり重いですよ。動きにくくないんでしょうか。一般の騎士の鎧よりも、いい、材質の金属が使われているようだ。へぇー。すごいいろんな、こう、なんか情報とかがここで漏れちゃうんじゃない？大丈夫かな。メモがびっしりと貼ってある。みんな魔法絡みの事件かな。不要なメモから捨てればいいのに全部必要なんでしょうか。あ、ワンちゃんと一緒に笑ってるジーケンさんの絵があるよ。意外に、そういうなんか、なんかそういう一面もあるんですね。ジーケン検査士の書いた落書きかな。すごい形相の女の人が描かれてるよ。何それ。これ、ジョドーラ検査士長さんかな。ナイフでズドンとされてるけど。え？どういうことですか？ジーケンさんがやったのこれ。ジーケンさんやっぱジョドーロさんにちょっとやっぱり、ねえ、普段コキ使われてるから、心の中で闇を抱えてるんじゃないでしょうかね。ジーケン検査士、日頃どんな扱いを受けてるんでしょうか。だとしてもこのやり方はちょっとあまりよろしくない。まあ、こんなもんかな。調べられるのは、あ、調べれたな、今なんか。書類の山を押さえつけるようにドカッとダンベルが乗せられている。見るからに重い仕事を抱えていますって感じです。ダンベルはなんか気晴らしとかじゃない。検察長さんに睨まれながらコツコツ切り崩してるんだろうな。ストレス溜まってますね、あなたのせいで。こっちはすげえ綺麗だ、本当に。てかほとんどさ、書類がない。まずこれはまた、徹夜明けでもすっきり目が覚めそうな椅子だ。先生、随分と毛並みの良い筆立てがありますよ。筆立てしか見てないよ、ルークさん。きっと大事に使われてるんだろう。色艶に一点の曇りもない。あ、これがジョドーラさんのマントというか、鎧というか、マントですね、これはね。こんなところに普通の絵が飾ってあるとなんか意外だな。何か意味があるんじゃないですか、実はこの絵にも。これは風景画だね。湖畔に洋館が佇んでいる絵だ。昔なんかジョドーロさんが住んでいた場所の絵とかさ。ラベリスシティにもこんな感じの場所があるんですかね。もうありそうじゃない、意外に。意外にというか、いや意外というわけでもないな。なんかイメージ的にもなんかありそうなイメージあるけど。あ、これで3つでしょうか。多分3つな気がしますので、そろそろじゃあジョドーラさんに話を聞きます。ジョドーラ検察長というのはあなたのことでしたか。まるで私を見知っているかのような口ぶりだな。いや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 、あなたステラ女学院のなんか先生をやっているみたいな、そういうさ、変装してたじゃないですか。確かにあなたとは直接お会いしてはおりませんね。
しかし更新の際あなたの姿をお見かけしたものですから、あの時か、そうかそうか、あの時見たね、確かに。なんかしかもあなたこっち見てませんでした？あなたの方から見てきたような気がしますけど、なんか気があるのかなって思っちゃいました。なんか完全にあなたの方、ほら見てる、完全にこれは好きだよ。そうですよ先生、この女の人確かあの時ストーリーテラーの隣にいました。ストーリーテラー、それって確か、この街の創造主と呼ばれている人物です。そこの隣にいるなんてとんでもなく偉い人ってことだね。そうですね、貴様たち騒ぎ立てるためにここへ来たのか。いや違うんですよ、目的があるんですよ。ならばちょうど静かな独房がいている、そこで存分にやるかよいだろういきなり独房にぶち込まれる流れになってるな、良くない流れだ。待ってください城原さん、私たちは潔白ですあなたに話をしに来たのです。私に？ええ、この裁判に関わることを検察庁のあなたからお聞きしたい。検察庁は裁きの場に無関係の者に与える情報などを持ち合わせていない。果たしてそうでしょうか。我々は、いえ特に彼は。そうだよ、なるほど君はあれですから、魔法根さんの弁護士なんですよ。魔法根さんの弁護人を務めたのですからね、無関係とは言えませんよ。はじめまして。弁護士のなるほど隆一です。あ、やっぱなるほど君気づいてないのかな？これあれでしょ、やっぱり。あの時に会った女性でしょ。ほうき様か。事件バーンロードに、法の剣を向けた法廷の騎士。報告は聞いている。なるほど、面白い。いいだろう、話を聞こうか。ジョドーラさんに聞きたいことは、なんか全然あれかな、なるほどくんのこと知らない感じだな。ちょっと不自然な気がしますけども。まあまあまあいいや、それはまた何かしら事情があるのかもしれません。魔法姉さんのこと、じゃあ。今回の事件、魔法姉さんの無実は立証されました。それなのに、決定的な証拠もないのにベーゼラの容疑なんて、そうですよ。なんか、正直、ベーゼラ、なぜベーゼラと呼ばれるのかっていうのは全然わかりません。証拠も何もないでしょう。待て、その前に一つ確認しておこう。確かに貴様はさっきの裁判であの女の弁護人を務めた。だが、現状もそうであるとは限るまい。え？また次法廷があるんでしょう。そしたらもう、だって魔法姉さんの弁護は、なるほど、クイーン以外に誰がやるって言うんですか。え？クロワさんですか？無理でしょう。うん、無理です、クロワさんには。どういうことですか？僕が彼女の弁護人であることは別の裁判になったって変わりません。魔法ネカタルシアにかけられている容疑はとてつもなく重い。ああ、でもこの街にね、まあ、なんか、災害を。なんかそういう風に言われてるんですもんね、その、大魔女ベーゼラは。まあ、でもさ、ベーゼラかどうかはわかりませんからね。とてつもなく重い容疑がかかってるってことだね。なんでそんな容疑がかけられることになったのか。あんな魔法姉さん、あんな可憐な少女が。それは大魔女ベーゼラの容疑ですか。その弁護を果たして被告人は今も貴様に望んでいるのだろうか。望んでいる？ああ、まあ望まなきゃダメなのか。それって魔法姉ちゃんがもう一度、なるほど君に弁護を依頼しないと、弁護士として認めてもらえないってことですか？その通り。大魔女、ベーゼラ、すべての魔女の起源たる存在。弁護士が下手な言葉を吐けば、その者の身にも危険が及ぶだろう。魔法姉さんの、あの優しい性格じゃ、迷惑はかけられないって思っちゃいますよ。ああ、そうなるパターンか。そうなるパターンか。だからさっきも僕たちに内緒に、あ、そういえば内緒にしてたね。そうだなぁ。こっちからさ、弁護やりたいんで、やらせてくださいっていうのはダメなんですか。しかし、今魔法姉さんは聞き取りを受けているのですよね。そうであれば、彼女の魔女容疑が晴れる可能性もあるのでは。そうですよ。だって魔法姉さんが魔女だなんて、到底思いませんし。そうですよね。ただね、やっぱり気になるのはね、なんかなぜかでも、この街の人たちがね、やっぱり魔法姉さんをちょっと毛嫌いしてる節は確かにありますし、魔法姉カタルシアって名前だけで、
なんかちょっとみんな怪しく感じてましたからね。ひょっとしたら、僕たちの知らない何かがあるのかもしれません。貴様たちはあの女のことをどれほどまで知っているというのだ。え？何の根拠があって到底思えないなどと言えるのか。人となり、雰囲気。そんな気がする。そんな感じです。むしろ、教えてもらいたいくらいだな。そんな、あんな、ねえ、優しい少女がさ、話してて感じませんか？あんな人が、そんなことするような魔女だとは思えないと。ジョドーラさんに聞きたいことは、なんでみんなマホーネさんが嫌いなんだろう。私たちは、大魔女ベーゼラという存在について詳しいわけではありません。ですから、そのことについてお聞きしたい。そもそも、大魔女ベーゼラは伝説上の存在ではないのですか？てか、いつぐらい前の話なのこれ。大魔女ベーゼラは存在する。それは町の者たちが信じる確かな真実だ。大魔女ベーゼラは、その悪魔の力によってかつてこの町を焼き払ったのだ。焼き払った？まあまあ、なんかね、あの不思議な化け物を使って。先生、そういえば、あの壁画にも町を焼く魔女が描かれていました。大魔女ベーゼラが力を振るえば、この町は、再度炎に飲まれることだろう。そうなる前に我々は大魔女ベーゼラを捕らえなければならないのだ。まあまあまあ、言いたいことはわかるけどさ。でも魔法姉ちゃんがそんなことするわけないじゃないですか。そもそもどうして魔法姉さんが疑われているんですか？ここね。この一点では気になるのは。もちろん、それだけの理由がある。理由？そこですよね。一番気になること。魔法姉さんが疑われる理由。今までの話を聞くに、魔法姉さんには何かがあるようですね。町の人々はあなたが、彼女、大魔女ベーゼラだと信じるその理由が。教えていただけませんか？その理由を。一つ考えてみるがいい。検察庁が、どこの者とも知れぬ輩に情報を与えると思うか。ここまでさ、こうなんていうの？引き寄せておいて突き放すのは やめてくださいよ。教えてくれよ。そんな教えてくれたって。知りたければ自分たちで調べることだ。めんどくせえな。今ここで聞けば終わることをよ。じゃあせめて魔法姉ちゃんとお話しさせてください。今は G 県検察士が聞き取りを行っているそうですね。ああ、そうだな。今宵は難しいであろう。明日また訪ねてみるがいい。あ、明日ならいいんだ。明日ですか。わかりました。また来てみます。そうですね。だが、大魔女ベーゼラの容疑のかかったものを弁護するということは、この街で貴様たちがどのような目で見られるのかもわかっているのだろうな。まあ、そうか。まあ、毛嫌いされるでしょうね。魔法姉さんに味方するということで、魔女の一派だと思われるのかな。どんな目で見られても構いません。魔法姉さんを助けるためなら。現にね、我々は魔法姉さんに助けられてるんですよ。その恩義を返すために。私もミスターなるほどと同じ気持ちでいます。もうそういう関係なんです、僕たちは。良い答えだ。せいぜい調べるが良い。なんかこの人もさ、なんかあんま悪い人じゃなさそうなんだよな。その面に絶望が宿らぬことを祈っている。では、失礼。怪しいわ。ね、なるほどくん。私思ったんだけど、やっぱり私たち会ったことがあるよね、あの人と。ありますあります。変なコスプレしてましたが、あのイギリスの法廷でね。あ、分かってたんだね、なるほどくん。え、じゃああの人って一体。分からないよ。あの時は学校の先生だったけど。何を企んでいるのか。そうですか。やはりこの世界は様々な謎に満ちているようです。あの人にも何か秘密があるようですね。この謎をどうしても解き明かさなければなりませんね。よし、僕、やってやりますよ。それ、どこから始めましょうか。やる気なのはありがたいが、ルーク。一度パン屋さんに戻るのはどうだろう。さすがに疲れたという感じですかね。マダム、クロアも心配しているはず。状況をお伝えしなければ。まあね、なんかまあ、ベーゼラの話は大図書館とかさ、なんかそういう情報が集まってそうな場所で集めればいいわけだから、まあとりあえずね、休みましょう。確かに、ボスに裁判のことを報告しないとね。クロワさんにまで嫌われたらちょっと悲しいな。
クロマさんの対応変わってないといいな。気が重いな。なるほどさんは頑張ったと思います。クロマさんも分かってくれますよ。ボス、魔法姉ちゃんのお母さんみたいな人だから、きっと心配してるよ、魔法姉ちゃんのこと。魔法姉さんのことはじゃあクロマさんがやっぱ一番詳しいんじゃないの。分かった、早く帰って報告しようか。あ、レイトンさんが。あの時の裁判の様子に街の人々の反応。魔法姉さん、やはりあなたには何か秘密があるようですね。まあでしょうね。そういう感じでしたね。あ、ジョドーラさん。ジョドーラ検察長、騎士団長の G 件をも従える謎の女性、口調や振る舞いから身分の高さが疑える、伺える。なるほどと迷いは彼女の名前に聞き覚えがあるようだが、一体何者なのだろうか。更新の際にはストーリーテラーの傍らに立っていた人物だ。かなりの権力を持っていることが伺えるね。検察室の長ですからね、なんて言ったって。あれ大図書館。なんだか久しぶりに外の空気を吸った気がします。あ、違うか。ここは法廷か。さあ、パン屋さんへ向かうとしようか。おや？犬？犬ですかこれ。なんか変な武装してませんか、なんか。ワンワンクーン。キャッ。なんだ、元気がいい子犬くんだな。かわいいね。きっと撫でてほしいんだよ。よしよし、いい子だね。この日、この子変わった服装してないか。ほらほら、見て。牙を向いて、喜んでる、なるほどくん。大丈夫かなそれは喜んでますかそれ。本当に喜びを表現する言葉としてはあまり聞いたことがない感じだな。いいからいいから。なるほどくんもほら撫でる撫でる。噛まれる、絶対噛まれる。ワンワンワン。よしよし、じゃあ僕も失礼して。なるほどさん危ないです、離れてください。あ、そうだ、ルークは動物の言葉がわかるんだ。え、やばい。やばいんだけど。急に武装解除された。武装解除っていうか、武装モードに変わった。何するんですか、いきなり。人ってこんなにも噛まれるものなんだね、子犬に。いやいや。そんな、でも、マヤイちゃんのことは噛まなかったの。大丈夫ですか、ミスター。なるほど。だから危ないって言ったのに。あ、どこ行った？髪逃げか。いや、なんというか、犬は見た目によらないって感じだね。いや、俺も犬苦手なんだよな、ほんとに。なんか小学校ぐらいの時に、ゴールデンレトリバーに追いかけ回されてから、もう犬が大嫌いになりましたね。でも、可愛いのは見た目だけで、結構ひどいこと言ってましたよ。なんで言ってたんですか？え、どういうこと？あ、そうなんですよ。知らない人もいるみたいですけども、ルークはね、動物の言葉がわかるんですよ。ああ、ルークは動物の話している言葉が理解できるのですよ。へえ、すごいなーって。すごい、魔法みたい。ルークくん、魔法使いだったんだ。魔女か、魔女かな、じゃあ。ちょっと、それ、シャレになりませんから。魔女裁判にかかるから、ルークも。まあ、でもすごいよね、動物の言葉がわかるなんて。いいな、私もお話ししてみたいな、さっきの子とか、クローネちゃんとか。あ、クローネ。あのワンちゃん喋り方がちょっとジーケンさんに似てました。へえ。この忠犬、主に牙を向けたものにたやすく撫でられるような犬ではないわ。忠犬？主に牙を向けたもの？あ、ジーケンさんの犬かな、じゃあ。で、あの子は忠犬って言うんだ。ジーケンの飼っている犬が忠犬。そうか、彼はバンロド教の飼い犬だったかもしれないね。きっとそうですよ、中堅くん。検察室、控室に走っていたみたいですし。ジーケンさん、お出迎えするつもりなんじゃないかな。迷いちゃん、迷いちゃんが触った時はさ、温かく受け入れていたのにもかかわらず。そうか、バンロドくんは、ダメだと。中堅って感じだね、名前の通り。それにしても迷いさん、僕の特技、信じてくれるんですね。まやみちゃんもちょっと変わった能力使えるからね。
まあね、そういうのってほら、人それぞれだから。それじゃあ、ボスのお店に戻ろうか。ほら、なるほど君も行くよ。ああ、そうだね。怪我してないですか？大丈夫ですか？今日はよく噛みつかれたな。犬にも、その飼い主にも。天敵ですね、天敵。